アルゴスです。今現在学生の人やこれから親になる人、すでに親である人には知ってほしい。学生時代の部活で、特にスポーツで何か一つでも活動可能な競技を身につけておくことは人生を有意義なものにするから覚えておいてほしい。社会人になると勉強もそうだが、やはり新しく一から何かを始めてある程度の実力を身につけるのは非常に骨が折れることである。だからこそ社会人になる前の時間のある時に勉強やスポーツに精を出すことが必要であると思う。ちなみに私は勉強の中でもより時間を要する英語、そしてバドミントンを人並み程度にできるようになってよかったと今すごく感じている。英語ができるからこそこうして海外で生きる人生を選択できるし、バドミントンができるから簡単にバドミントンというスポーツを通して異国の地で敷居を低くして新たな日本人の友人やそれらのネットワークにスムーズに参加できる。勉強と部活は学生時代にぜひ挑戦しておくべきことだ。それではまた明日ね。